セントルイス・マルーンズ、セントルイス・マルーンズは、1884年から1886年にかけて、ミズーリ州セントルイスを本拠地として、ユニオン・アソシエーションとナショナルリーグに加盟していた、プロ野球チーム。1884年にユニオン・アソシエーションを創設し会長をしていたヘンリー・ルーカスが所有する、チームだった。チーム設立にあたって、ルカスは、ナショナルリーグや、 アメリカンアソシエーションから多数の選手を勧誘する。その実力はプロでの試合経験のない選手が多くいた、ユニオンアソシエーションの他のチームから抜きんでていた。シーズンの勝率は8割を超え、チーム防御率は1.95にもなった。攻撃の中心となったフレッド・ダンラップは、前年にクリーブーランド・ブルースから移籍してきた選手で、1884年のユニオンアソシエーションで、 リーグの最高打率をマークしたのをはじめ、最多安打、最多本塁打、最多得点、出塁率と超打率でリーグ1位の成績を収めている。ユニオンアソシエーションが1年で消滅した後の1885年、チームは前年に解散したクリーブランドブルースのフランチャイズ権を得てナショナルリーグに参入したが、結果は終始シカゴホワイトストッキングスに50ゲーム近い差を、 つけられて最下位に終わった。ユニオンアソシエーション時代のチーム打率は292にもなったが、1885年のチーム打率は221とヒ打にあえ A だ。さらにこの年は同じセントルイスを本拠地にしていたセントルイスブラウンズのアメリカンアソシエーションに4連覇が始まった年でもあり、マルーンズの観客動員は半減した。 翌1886年にヘンリー・ボイルが高騰を見せたがヒンダは解消できず、彼はこの年のリーグ最優秀防御率を記録しながら9勝15敗と大きく負け越してしまった。結果的にナショナルリーグた球団との実力差を見せつけられるような形になったマルーンズは1886年シーズンを最後に解散。球団の権利は後にシンシなティレッツのオーナーとなる。 ジョンティブラッシュに買い取られ、球団は多くの選手と共にその本拠地をインディアナポリスへ移した。順位は勝率による。ありがとうございます。